名古屋駅。名古屋駅は、愛知県名古屋市中村区名駅にある、東海旅客鉄道、JR 東海、日本貨物鉄道、JR 貨物、名古屋臨海高速鉄道、名古屋市交通局、名古屋市営地下鉄の駅である。中部地方最大のターミナル駅であり、広域輸送の拠点となっている。JR は、東海道新幹線の全列車が停車し、 在来線は当駅を中心に各方面へ特急列車が発着している。市内各所を結ぶ青波、線、名古屋市営地下鉄も乗り入れており、近接する名鉄名古屋駅、近鉄名古屋駅と合わせ、中部地方最大の鉄道ターミナルとして機能している。駅長、駅員配置駅、直営駅であり、管理駅として、岡白橋駅、岩島駅の二駅を管理している。 略称の、名駅は当駅周辺の地名となっている。乗り換えの不便さや、地下街との連絡の悪さなどから、この名称をもじって、名駅という呼び名で揶揄されることもある。JR 東海本社が入居する、駅ビル、JR セントラルタワーズは、都市再開発によって1999年に、竣工し、2010年現在、世界一売り場面積の広い駅ビルとして、 ギネスワールドレコーズに申請されていい。名古屋のランドマークとなり、利便性を生かして多大な集客力を誇っている。このビルを発端として、駅周辺は数多くの再開発が進められている。JR 名古屋駅の事務官コードは53万116である。なお、名古屋市内の事務官コードは53万9901が用いられている。 第2回中部の駅100線に選定されている。JR 東海は、東海道新幹線、東海道本線、中央本線、関西本線の各線が乗り入れている。在来線における、当駅の所属線は、東海道本線である。中央本線は当駅が終点であり、関西本線は当駅が起点となっている。なお、先に挙げた、在来線の3両線については、 いずれも JR 貨物が第二種鉄道事業者である。JR の特定特殊内制度における名古屋市内の駅であり、運賃計算の中心駅となる。JR 東海在来線には2018年3月から駅番号が設定された。名古屋臨海高速鉄道及び名古屋市営地下鉄は次の路線が発着している。これらの駅には駅番号が設定されているため、 それも合わせて記す、青波線、西名古屋港線は当駅が起点である。次の駅と相互接続しており、乗り換えが可能となっている。東海道新幹線は、ほとんどの列車が当駅をまたいで運転されるが、一部あたり駅を始発、終着とする列車がある。早朝には、東京行き、新大阪方面行きとなる、望みが、 深夜には新大阪方面から東駅終着となる、のぞみが運行される。東京方面から1時間に2本運行される、小玉のうち1本が東駅で折り返し、1時間に2本ある、光のうち1本は東駅から各停車になる。東駅で小玉がのぞみを退避し、環球接続する事例は、朝の下りと深夜の上りに限られる。なお、日中の1時間あたり2本の、光は、 停車駅の違いから、当駅では9から10分の間を置いて連続的に発車するダイヤになっている。新幹線の17番線には夜間大泊の設定もある。東海道本線は、早朝、深夜以外は当駅で、快速系統と普通列車が環急接続を行うダイヤになっている。日中は快速などの優等種別の5分後に普通が発車する。ただし、 2018年3月17日より2番線の使用が停止されたため、上り列車はホームの移動が必要となる。中央本線はほとんどが当駅が始発、終着であるが、平日朝に2本、当駅をまたいで岐阜駅まで直通する列車がある。関西本線はすべての列車が当駅始発、終着である。1999年、 平成11年に完成した JR 東海名古屋駅の駅ビル JR セントラルタワーズは54階建てで245メートルの高さを誇り完成からの数年間は世界一世の高い駅ビルとしてギネスブックに通されていたまた名古屋のランドマークとして人気スポットになっている日本の東西両系を結ぶ鉄道路線計画は 東海道経由と中山道経由のいずれにするかが、明治10年代後半まで決定されていなかった。1884年、明治17年に中山道ルートの採用が決定し、中山道幹線を参照だが、その建設資材を搬入するため、太平洋側と中山道を結ぶ鉄道路線が同時に計画された。中山道の可能塾、現在の岐阜市より、 三河湾に面した千下半島の竹と予行までを結ぶ路線、現在の東海道本線の一部及び竹と予線がそれで1886年、明治19年4月1日に、可能、翌年にギフト会場厚田間がまず開業し、その翌月の5月1日に名古屋駅が当時の広い村笹地町内に開設された。場所は現在の駅より200メートルほど南方。 今日では、笹島交差点のあるあたりであり、当時は、足がぼう,ぼうと茂る、湿地帯であった。低湿地帯が広がる、森土のため、金山大地を切り取るという大工事を要し、それは、加納・厚田つたかんの翌月へ、名古屋駅の開設がずれ込んだ理由とされている。開設の翌年には、名古屋駅と改称されるが、当時は、笹島ステンションと広く呼ばれていた。 その後、東西両系を結ぶ、幹線鉄道は、薄い峠など山岳地帯の工事が予想以上に難航すると見られたこと、さらに当時の名古屋区長、現在の市長閣である吉原区在が、中仙道幹線では、名古屋を通過しなことになり、名古屋の衰退を招くと、東海道経由への計画変更を政府へ働きかけたこともあり、岐阜伊勢の幹線鉄道ルートは、みのろ、 東海道経由に変更され、名古屋は東海道幹線上の駅とされることとなった。またこの吉田により、名古屋駅の近くを通り、名古屋駅と市街地を結ぶ道となる広小路通りも拡幅され、のとの1898年、明治31年には、京都電気鉄道に次いで、日本で2番目の路面電車となる、名古屋電気鉄道、名古屋市電がこの通り上へ開通している。 笹島、県庁前館。1892年、明治25年には、前年の伸び地震で倒壊した初代駅舎に代わって、2代目の駅舎が竣工。そして1895年、明治28年には、関西本線の前身となる私鉄の関西鉄道が、当駅まで乗り入れ、1900年、明治33年には、現在の中央本線となる。 関営鉄道線が名古屋駅を起点に多治見まで開業し、複数路線が乗り入れるターミナル駅へと成長した。なお、関西鉄道は後に名阪間輸送で関営鉄道と競うことを見込み、名古屋乗り入れ翌年の1896年、明治29年には名古屋駅のすぐ南方、現在では名古屋車両区があるあたりに独自ターミナルの愛知を開設しているが、 鉄道国有法に基づき、関西鉄道が国有化されたことにより、国有化2年後の1909年、明治42年に廃止されている。1889年、明治22年には、日本の鉄道総延長1000マイル、1609キロメートル、達成記念、1906年、明治39年には5000マイル、8046キロメートル、 達成記念の祝賀行事がそれぞれ名古屋で開催された。1937年、昭和12年には高架化工事が進行し、駅は北へ200メートルほど移転し、駅舎は地上5階、一部6階、地下1階の鉄筋コンクリート製の堂々たる建物に改められた。この駅舎は、セントラルターズの建設工事が始まる1993年。 平成5年10月まで使用された。名古屋市営地下鉄東山線は建設当初、国鉄との相互直通運転を行う計画があり、国鉄ホームの東側に地上ホームの設置計画があったが列車本数が増加することもあり断念。結局、東口の地下にホームが建設された。将来はリニア中央新幹線の駅が併設される。 JR 東海は将来の関西県延伸までに大多数の乗客が行う既存新幹線との相互乗り換えに配慮し、名古屋駅新幹線ホーム直下の大震度に新駅を建設し場合に乗り換えにかかる移動時間が3分から9分であると試算報告し、既存の名古屋駅を拡張する計画である。在来線、新幹線ともに高架ホームとなっている。新幹線は 校内西側の島式ホーム2面4線、14番線から17番線を使用する。この内外側の14.17番線が本線、内側の15.16番線が副本線である。副本線の北方に引き上線があり、さらにその北方からは新大阪方の名古屋車両所へ、つながる支線が分岐している。全列車が停車するため、東京駅などと同様に以前は、 固定式の安全策が設置されていたが、2016年、平成28年2月9日に、稼働式安全策の設置を完了した。在来線は、島式ホーム6面12線を使用する。9番線は、ホームのない中線である。東海道本線は2.6番線、中央本線は7.8番線、関西本線は11.12番線が本線で、あるが、 2番線は2018年3月17日より使用停止中である。12.13番線ホームは他のホームに比較して短く、エスカレーターが設置されていない。エレベーターは設置されているほか、階段の設置数も他のホームより少ない。JR セントラルタワーズ建設に伴い、直下に位置する1.2番線ホームが作り直された。在来線13番線と、 新幹線14番線の間には、13番線側から名古屋車両区室入庫線、稲沢線本線がある。構内には折り返し用の留置線が設けられているほか、分岐器も多数あり、各路線間の点線が可能な配線になっている。ただし、1.2番線は東海道本線上りの発着以外には使用できない。また十三番線から東海道本線上下とも、 えの発射など、配線上は可能でも、信号上の深度が構成されていない組み合わせも一部、ある。なお、当駅構内の在来線で、立体交差になっているのは、駅南西側の西名古屋高線、青波線と関西本位線及び、名古屋車両区出入湖線の交差のみである。長らく在来線ホームでは、接近時、発車時に、独自の発射ベルが使用されていたが、2012年、 平成24年9月9日に在来線運行管理システムの更新が行われ、独自の発車ベルは使われなくなったり、アナウンス更新、英語アナウンスも導入及び接近メロディが導入された。なお、アナウンスは2011年以降に導入された中央線、2014年11月に導入された東海道線のものとはやや異なる。2018年11月現在、 中央新幹線の島式プラットフォームに面ム4線が工事中である。以下は2018年3月17日改正時の内容。北通路に西から新幹線北口同連絡改札中央北口桜通り口があり、中央通路には西から新幹線南口同連絡改札南通路との連絡路中央改札がある。 南通路には、西から対向通り南口、青波線連絡改札、中央通路との連絡路、近鉄連絡改札に至る階段、広小路口のそれぞれ在来線改札が並ぶ。対向北口は、リニア中央新幹線の建設工事に伴い、閉鎖され、代わりに設置されたのが、中央北口である。2006年3月末、自動体外式動 AED が、 在来線ホーム、新幹線ホームに各1カ所、中央口、新幹線口、北口、新幹線側に各1カ所設置された。在来線、新幹線ホームともに名古屋名物の基地面を販売する飲食店が東京寄りにある。かつて新幹線南口の生産所の横には JR6 社で唯一入場券専用の自動券売機が1台。 設置されていた。ホームの飲食店でキシメンなどを食べる客の需要が多いためであり、2014年時点で撤去の見込みはないとしていたが、新幹線南口の自動改札機の増設工事により、2015年9月27日に営業を終了した。近鉄連絡改札口。 近鉄名古屋駅の改札内での係員による出札窓口は2017年10月31日で終了し、翌11月1日からサポート付き指定席券売機が設置されている。青波線のプラットホームは JR 在来線の西側に位置する稲沢線と西名古屋高線にまたがる形で本線上に置かれている。島式ホーム一面2線を有し、 可動式ホーム柵が設置されている。なお、プラットホーム自体は、かなり長くなっているが、列車が停車しない南側の部分は、柵で覆われ、立ち入り禁止となっている。出札及び改札口は JR、対向通り南口に隣接して設置され、JR との連絡改札口も設けられているが、名鉄や近鉄への乗り換えや、駅東側へ至るには、 中央コンコースを大きく迂回するか、JR の入場券等を用意した上で、JR の構内を通り抜ける必要がある。終日駅員が配置され、隣の笹島ライブ駅を巡回駅として管理している。改札口は桜通線側と東山線側に3カ所ずつある。地下鉄の駅名サインがある出入り口は桜通線側に3カ所、東山線側に10カ所ある。 桜通線への出入り口は JR 名古屋駅コンコースにも3カ所、桜通り口付け、対向通り口付近、うまいもん通り付近がある。桜通線と東山線との乗り換えは連絡通路を経由することで可能である。名古屋市営地下鉄では最も利用客の多い駅であり、東山線のみで乗車人員は11万人を超えている。東山線は駅と伏見駅の間が、 最も混雑率が高く、桜通線が開業するまでは、混雑率が250%に至ったこともあった。名古屋市営地下鉄で唯一駅長室が2つある駅であり、東山線側と桜通線側にそれぞれ設けられている。東山線駅、すとむく名古屋管区駅が管轄する駅であり、八田駅、中村公園駅名古屋駅と、新栄町駅本郷駅、 巻いて池、下、本山、星をを除くの各駅を管理している。JR 名古屋駅中央コンコースの真下地下4階に、一市東西に伸びている。島式ホーム1面2線で、可動式ホーム柵が設置されている。ホームの有効長は8両分あるが、列車は全て5両編成。乗車1番号は、双方とも前から1、2の順で、 最後尾5両目の4つ目のドアが出あるため、列車が停車しない部分は、柵で遮断されている。桜通線の各駅は、2011年、平成23年度のホームドア設置以降順次、駅アクセントカラーが設定されており、当駅のアクセントカラーはセピアである。地下3階のコンコースとホームを結ぶエレベーターは、中央と東端、特殊下寄りの2カ所設置されている。 駅東側の名駅地下街、名地下の真下地下2階に位置し、近鉄名古屋駅や名鉄名古屋駅と並行している。島式ホーム1面2線で12両分の有効長を持ち、南側半分を藤ヶ丘方面行きホーム、6両分、北側半分を高畑方面行きホーム、6両分が使用する、東武鉄道伊勢崎線梅島駅と似ている。 列車が停車しない部分は、柵等で遮断されている。2015年10月25日より、可動式ホーム柵の使用を開始した。亀島よりに、片渡り線がある。1976年までは、名古屋駅での夜間大白があり、藤ヶ丘駅、現、藤ヶ丘駅行の初発電車と星ヶ丘駅発の最終電車が、名古屋駅始発、終着であった。 コンコースとホームを結ぶエレベーターは、高畑方面ホーム北端、北改札口側にのみあり、藤ヶ丘方面ホームからは、距離がある。臨時車扱い貨物取扱駅である。貨物列車の発着はなく、200設備や当駅に接続する、専用線も存在しない。かつては、200設備があったが、1937年、昭和12年に独立し、笹島駅となった。 その笹島駅が廃止された翌年の1987年昭和62年3月31日 JR 発足前日に貨物の取り扱いが書類上復活した荷物営業も小荷物や旅客で荷物を中心に取り扱っていたが1986年昭和61年11月1日の荷物営業縮小に伴い小荷物の一部を除き 廃止された。残った、ブルートレインを使用する、ブルートレイン便も2005年、平成17年3月1日に、東海道新幹線を使用する、レール号サービスも2006年、平成18年3月18日に廃止され、現在は、新聞紙のみ取り扱っている。当駅は、複数の業者が激しい競争を繰り広げている、駅弁駅線区である。また、 リニューアルも激しく、新製品が登場から半年で消滅する例も珍しくない。かつては幕の内や寿司弁当が人気であったが、近年は味噌カツ、名古屋コーチン、ひつまぶしなど名古屋独自の食文化をストレートに弁当化したものが人気である。駅弁業者は松浦商店、名古屋だるま、JR 東海パッセンジャーズの3社。主な駅弁は下記の通り。 また、駅弁ではないが、前述のように、新幹線、在来線ホームとも岸面の店が古くから営業され、人気である。乗降客数は、名古屋市及び、愛知県のみならず、中部地方の駅の中で最も多い。そのうち新幹線の乗車人員は2014年度で1日、平均約4万人と推計される。また、乗り換え駅である名鉄名古屋駅。 近鉄名古屋駅を含めた名古屋駅全体の乗降客数は2016年現在1日平均124万232人である。なお、日本全国で見ると第7位の東京駅の次に入る。上記の数字はいずれも各社局内の駅の中で第1位である。桜通り口側、東側の待ち合わせスポット。 タワーズ1階中央コンコースのエスカレーター前に立つ、時計とその周辺エリアのこと。旧駅ビル時代は、ステンドグラスの下の大時計と発着列車案内や、名古屋城模型があったが、今は、細長い金色の時計が立っている。その両側、南北は、JR 名古屋高島屋の出入り口にな、おり、東側にも、高島屋の 2F やタワーズ上層がエレベーターへ、 つながるエスカレーターがあることから、高島屋エスカレーター前とも呼ばれる。対抗通り口側、西側の待ち合わせスポット。JR 名古屋駅の2つの新幹線改札口の間に置かれたモニュメント風の成功者性の銀色の時計を中心とした広場を指す。以前そのエリアの壁面に待ち合わせスポットとして、有名な壁画があり長く、壁画前として親しまれた。なお、 その壁画は地下鉄桜通線工事に伴うものとして復旧を前提に一時的に解体された。山田電機ラビー名古屋旧、名鉄百貨店ヤング館前にあるナナちゃん人形付近も待ち合わせスポットの一つ。ナナちゃんはヤング館のマスコットとして設置された。様々なパブリシティに使われており水着や浴衣はもちろんのこと。 優勝時の中日ドラゴンズユニフォーム等いろいろな衣装をまとう。名古屋駅の略称である名駅は、名古屋市中村区、西区の町名となっている。名古屋市中村区と西区に置かれている。中村区名駅は1丁目から5丁目まで、西区名駅は1丁目から3丁目まで設置されている。名古屋駅は、中村区名駅1丁目と西区名駅1丁目にまたがっている。 ただし、駅ビル、セントラルタワーズなど駅建築施設の大半は中村区側にあり、西区に所在するのは駅構内のホーム下り側、岐阜方半分のみである。旧来から名古屋の玄関口でバス、地下鉄、近鉄、名鉄や JR 間の乗り換え客などで人通りが多く商業施設も多い。主な大型商業施設は JR セントラルタワーズを筆頭に、 近鉄パッセ、名鉄百貨店本店、山田電機、ミッドランドスクエア、名鉄レジヤックなどがある。また市バスターミナルのほか、市内最大のバスターミナル、名鉄バスセンターもある。地下には、サンロードや名地下ゲートウォーク地下街、ユニモール、宮古地下街と広大な地下街が広がる。対向通り口は、新幹線口、西口、駅西とも呼ばれる。また、 駅裏と呼ばれることもある。地下にはエスカ地下街がある。駅北西には大手予備校や学習塾が進出し学生街や若者街として発展している。付近にはアニメショップや動人ショップが林立し、オタク街としての一面も持つ。また、会員制ツアーバスや JR 東海バスのバスが発着する。駅前広場はテレビ番組のロケでよく使用される。 桜通り口や広小路口側に比べると開発が遅れていることから少し入ると昔ながらの商店が多く残っている。かつて花町として栄え、現在は特殊浴場街である、大門地区も徒歩圏内である。桜通り口にあったバスターミナル、名古屋ターミナルビルの取り壊しに伴い移転し、2010年12月9日より使用開始した。 JR 東海バスなど運行会社では名古屋駅新幹線口と呼称している。対抗通り口にはいわゆるツアーバスなど貸切バスや団体バス用の乗降スペースが2カ所ある愛知県バス協会が管理が2013年7月31日から新高速バス制度施行に伴い高速ツアーバスから移行した事業者が新たに停留所を設置した。なお、 一部の便は笹島、ライブ駅近くの名古屋南バス停から発車する。名古屋ターミナルビル、名古屋バスターミナルの1階に JR ハイウェイバス乗り場、JR 東海バスなどが発着、2階3階に名古屋市 A バスが発着していたが、ターミナルビル取り壊しのため JR ハイウェイバスは2010年12月9日に対抗通り口へ移転、名古屋市 A バスは、 同年12月23日より駅周辺に移転していた。2017年4月1日、JR ゲートタワーと JP タワー名古屋の1階に新たに名古屋駅バスターミナルを整備。桜通り口周辺に散らばっていた停留所が集約された。名鉄バスセンターは名鉄百貨店メンズ館3階4階に所在し、名鉄バスや三重交通などの高速バス。 路線バス、深夜、長距離バスなどが発着している。新幹線各列車と在来線の特急列車については、各列車記事を参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。